こんにちは。庭のソメイヨシノはもうほとんど満開を迎えています。今日も薪割りをしました。相変わらずの作業ですけれども、山積みになっている丸太も、だんだん少なくなってきましたが、玉切りをして、そして台車に2杯だけ、薪割りをしました。相変わらずの動画ですけれども、安定した一日を今日も過ごしました。それではまた、薪割りの様子ご覧いただきたいと思います。また庭のソメイヨシノも、お楽しみください。それでは今日もよろしくお願いします。
です。